アジアカップに向けて、まあ、自分の経験を生かしてこのチームをね、本当に経験ない選手多いのが今回のウィンドウの、合宿をやっててすごく思うので、比江島キャプテンとともに、引っ張っていけたらいいなと思います。はい、まあ、とりあえず今回は比江島キャプテンということで、はい、不安です。今まで自分が子供の時から見てきた選手たちとやれてるのすごい楽しいですし、もう毎日刺激をもらっています。自分の役割は4番ポジションで3ポイントシュートをしっかり空いたらどんどん打っていくところであったりとか、スペーシングをしっかり把握して器用にやることが、自分の求められていることだと思うので、そこは自分でも思い切ってシュートを打ってるように意識してやってます。パリでメンバーに入れなくてもちろん悔しいって気持ちがありましたけど、またそこは切り替えるっていうか、また新しい、ね、ワールドカップオリンピックが始まるので、今回の合宿はまたそれで新しい気持ちを込めて挑戦してるって感じです。今回はすごい新しいメンバーの方々がいっぱいいて、自分のことに全力でしつつも周りのことを見て、手助けできたらいいなと思ってます。いきなりそうですね、会った瞬間キャプテンって言われて冗談だろうなと思ってたんですけど、初めての経験ですけど、はい、今のところは無駄に話してるって感じです、次しっかり2連勝すればアジアカップ決まる、まずそこをしっかり切符をつかみ取るっていうところと、次のワールドカップとかオリンピックに向けての第一歩だと思ってるんで、初陣は大事だと思ってるんで、そこもしっかり意識しながらやっていければいいかなと思います。